僕キロボです。ロボット宇宙飛行士なんだ。よろしくね。ロボット宇宙飛行士として若手さんと宇宙で対話実験をするんだ。トヨタ自動車が、この希望ロボットプロジェクトに参画した目的はですね、我々も、人とロボットが、共生する未来社会というのを描いてますので、そのためにはこういったロボットと、宇宙で若田宇宙飛行士と、人類の代表でありますし、未来の希望であるこのロボット、それと宇宙空間という大変夢のある、未来を感じるそういう場所でね、世界に向けて発信できるということが大変意義のあることだと思っています。今まで既存のですね、一問一答の Q&A の、対話ではなくてですね、その会話をする人たちが、人とロボットがですね、ロボットの方も思いやり、その和の心、思いやり、おもてなしの心というのを持ちながら会話をしていくと、それが例えばお子さんだったりお年寄りだったり、そういう方たちが本当は質問して帰ってくるだけではなくて、むしろ自分の持っていることを聞いてもらいたい、そういった多分願望があるというふうに思っています。そこに私どもの技術である傾聴対話というものを今回織り込んでおります。キロボ君こんにちは。こんにちは。キロボ君はどうして宇宙飛行士になったの？宇宙が好きだったから。どんな試験をしたの？重力テストとか安全試験を受けたよ。大変だったね。ヒロボ君の夢を教えてください。人とロボットが仲良く一緒に暮らす未来を作りたいんだ。対話型のサービスっていうのはやはりこれからはですね、ただ単なるこう一問一答だけではなくて、そういった対話の中から、その人が求めている答えというのを、引き出してあげると、その中で私たちは自然言語処理であったり、そういった音声認識の部分、あと、知能化というところを担当しておりますが、これは将来的には、弊社のパートナーロボットの開発であったり、あとは対話型のサービスですね、こういったものにも活かせるというふうに考えております。僕にとっては小さな一歩だけど、ロボットにとっては大きな一歩なのです。今回のロボットとの会話の中で、人々に笑顔が増えるということを、目指してですね、頑張っていきたいなというふうに思っております。それでは行ってらっしゃい。